様です。スピンオフってありますよね。お金がないで言うと、そうですね、これは正確にスピンオフではないんですけども、やっぱり借金取りの方がいらっしゃいましたけども、あの方はあの方で自分主演の映画っていうのを作ってね、まあ、そして、まあ、52歳だったかな、癌でお亡くなりになってしまったんですけどね、ものすごく名作をたくさん残しました。ザ・ウィンズ・オブ・ゴッドっていうね、戦争のタイムスリップものの作品ですけども、これはねリメイクもされてむちゃくちゃいい作品でしたね。で、まあ、脇役の存在ってむちゃくちゃ大事で、まあ、名脇役のどなたかだったかがこんな言葉を残してるんですよ。主役にはなれないかもしれないけども、名脇役には誰でもなれるみたいなね、で映画でも本来脇役だったはずの人が主役級の演技をすることによって、監督がそれを見抜いてね、スピンオフ作ろうって言ってからね、その人を主人公とする裏ストーリー作ったりしますよね。なんか踊る大捜査線でもなんかありましたよね。織田裕二さんが主役で作品がある中で、なんかね他のライバルというか脇役の方がね、なんか主人公になるストーリーなんてありましたよね。ドラえもんでも、まあドラえもんはね5人が主演みたいなもんですけども、主人公みたいなもんですけども、ジャイアンがなんか軸になった作品があったりとかね、なんかその静香ちゃんがクローズアップされた作品があったりとかね、スネ夫はなんかそういうのがないみたいですけども、そういった感じで本来、まあ、ドラえもんっていうのが主人公で、ドラえもんとのび太が2人でこうね、ドラマを作っていくんですけども、そうじゃない他のやつが主人公になったりするものあったみたいでね、なかなか面白いもんだなと思います。脇役の存在ってむちゃくちゃ大事で、この前ね結婚できない男っていう阿部寛さんの作品のパート2を見たんですけども、続編をね、それは第1作目は40代で結婚できていない阿部寛さんの物語だったんですけども、あれから10年後50代になってもまだ独身で過ごしてる阿部寛さんの恋愛ストーリーなんですけども、なんかねやっぱり前回と違ったのはインターネットが発達してきたんで、ドラマとドラマの間に YouTube でサブストーリーをやるってことなんですよ。そのサブストーリーは登場する阿部寛さん以外の人の裏事情をなんかドラマに仕立ててね、すごく本来の本編のこの12話か13話ワンクール続くドラマをもっともっと面白くしているってやつですけどね、脇役の存在っていうのがドラマをストーリーをねものすごく盛り立ってるなと思いますね。やっぱこうビジネスでもね、私たちは次は誰を主人公にしようかなと思って考えてるわけなんですよ。主人公ってのは実際に私たちが稼ぐんじゃなくて、稼げない人が稼げるようになる、そういったストーリーをね演出して見せることによって、そして結果を出させることによって、あ、自分でもできるかもしれないっていうふうに多くの方にまた思っていただくこと、これってのはまさにね映画とかアニメを見て、あ、自分にもああなりたいなとか、自分でもああいうふうになれるかも、ああいう生き方ができるかもしれないなっていうふうな、なんか希望を与えることなんじゃないかなと思いますよね。いってらっしゃい。